はい、こんばんは、いらっしゃい。楽しんでってください。中ちゃんいらっしゃい。楽しんでって。ワドツでーす。皆さんどうも。まったり枠ですけど、まったりでよかったら。桜子いらっしゃい。いや、 BGM3 種類ピックアップして、まあこれも気に入ったし、あとこれも気に入ったかな。ちょっと待って、新しいのかけるわ。今のピアノのやつと、あと、もう一個これかな。これもまあ、ありだなぁと思って。これが2番目のやつだね。結構まったり系が好きなのかもしんないね。俺自身は。その、音楽っていうの。うん、まったりが結構好きだね。たくみさんいらっしゃい、ワード2。なんか今日かそってるんですよね。あと、たくみさんありがとう。あの動画、こんなに素早くアップロードしてくれて。ちょっと一個気になったやつが一個あったからタイトル変更しました。ちょっと SEO テストさせてください。一個だけ動画いじってます、僕。タイトルとか、細かいところ。あの、いじってますんで。ていうか、あの、のんたんが自殺配信やったやつ、すごい伸びてるね。4000再生だってよ。バットボタンがすごいついてるけど、やばいねあれ。やっぱタイトル大事かもしんないね。和道って入れない方がいいのかもしんない。これあり？ヤマハさんこれ結構好き。オッケーオッケー。まあ、気分によって使い分けていこうと思う。今日も動画編集しながらラジオ的に聞いてます。ああ、ありがとうございます。動画編集どうすか？うまくいってます？キムタコさん。うん。ありがとう、ありがとう。僕も YouTuber 新しいの始めたんで、キムタコさんチャンネル登録お願いします。タイトル、いや、そんな難しくないよ。うん。結構その、ライティングって言って、その、キャッチコピーだよね。人が見たくなるようなワードを頭の方に入れるって。嘘？月いくらぐらい行くようになったの？キムタコさん。なんか前やってた時いくらぐらいって言ってたっけ？もう極めてきた。だって前やってた時3万ぐらいって言ってなかった。月。月3万ぐらいって言ってたよね。ただ前のアンニュイな感じの BGM をたまには使ってほしい。全然使うよ。全然使う。別にこれに固定にしようとかじゃなくて、気分変えたい時とかに、なんか流す音楽、使える音楽とか。いつも何時くらい寝る？ジュリアンさんコメントありがとう、いらっしゃい。そうだな、いつもどれくらいかな。まあ最近寝れてなかったり寝たりが多くて、まあ12時とか10時前とかに寝る時もあるし、逆に朝5時まで寝れない時もあるし、まあ夕方仕事帰ってきたらすぐ寝ちゃう時もあるね。3万から今約8万ぐらい。おー、すごい。へえ、8万稼げてんだ今。すげえな。副業で8万はでかいっすよね。キムタコさん本業持ってるからさ。それはすごいわ。なんかコツをつかんだのか、チャンネルが育ってきたのか、どっちかわかんないけど。8万はすごいな。8万ってことはね、800万再生あるってことだもんね。いや、キムタコさんずっとやってるもん。動画は。長いもん、YouTuber。すごいなぁ。コツがある。うん。なんか、シェアしてくださいよ。どういうところ気をつけると、動画伸びるとかさ。どの辺を意識すればいいのか知りたいかな。いいね。なんか、自分の周りにいる人たちがハッピーになっていくといいよね。楽しいよ。うん。子供心をくすぐるタイトルだけ。やっぱタイトルなんだ。みんな言うよね。タイトルで、配信じゃない、動画はタイトルだってみんな言う。いかに釣りタイトルをやるのかっていう。それそうだよね。検索ワード、検索したから来るわけだから。それしかないもんね。
ガッチャン最高。タラマルさんいらっしゃい。うん、ハゲさんいらっしゃい。タイトルの良し悪しで決まるんだろうな、アクセス数は。子供心をくすぐるタイトルか。いいね。確かに、女の子が自殺配信で閲覧注意っていう動画は4000再生。まだアップして間もないけど、アップして2週間で4700再生だから、やっぱタイトルだよね。うん。ていうか伸びてる動画は全部閲覧注意って入ってるから、やっぱ閲覧注意系が人気があるね。心霊とか。引き寄せの法則の続き聞きたいな。あ、何でも普通にザクバラに話すよ。あの質問してくれたら。風船10個ありがとう、ハメさん。釣りタイトルで何度騙されたか、うん。見ちゃうよね。やっぱタイトルなんだ。ありがとうございます、キムタコさん。うん、まあ、引き寄せの法則ってまあ前回も話したんだけど、引き寄せの法則っぽい BGM にじゃあ変えようか。うん、BGM 変えます。まあ、なんだろうな。いろいろあるんだけど、風船10個たくさんありがとう。まあ、いろいろあるんだけど、逆にそうだね。人によって違うんだよ。その、言語を操ったりとかもするんだけど、簡単に言うと、自分に洗脳をかける。自分自身に洗脳をかけるっていうのが、まあ、自己啓発の鉄板なんだけど、簡単に言うと、意識、顕在意識って言われてる、俺らが自分の意識を意識できることを顕在意識っていうわけだ。表面化されてる意識って。で、無意識っていうのがあるわけだ。この無意識化の選択っていうのを変更するっていうことをよく言われてますね。無意識、チョイスセオリーとか言うんだっけ？なんだっけ？用語忘れちゃったんだけど、無意識に、無意識の行動っていうのを変化させるっていうのが自己啓発でよくやること。逆に言うとそれって人格の変更を意味するから。自分がなりたい人格であったりとか、その自分が達成したい目的を達成できる人間になるっていう。そういう感覚かな。で、それにテクニックが伴うんですよっていう感じ。例えばその、人間って口は一個しかないんだけど、無意識を顕在化はできない。そう、顕在化した瞬間、無意識ではなくなるから。でしょ？そう、無意識が表面化したり顕在化しただけで、顕在意識になっちゃうわけじゃん。認識できちゃうから無意識ではないんだよ、それは。なんていうのかな。普段行ってる行動とかって結構無意識がかなり働いてんだよね。ナウシカいらっしゃい。このサムネいいじゃん。サムネコロコロ変えないで、うん、だからなんだろう、その普段考えてることとか言葉に出してない無意識とか思考とか、これを変えてあげるっていうことが重要で、うん、そういうトレーニングをやるんだよね、うん、で無意識に訴えかけるのは簡単で、強く多く自分に働きかければいいわけだから、普段考えてることと普段の言葉っていうのを変えるんだよ。これはいいと思う。このサムネかっこいい。うん、いいと思う、これ。うん、悟りの世界だな、坊さんみたいだな。ああ、まあ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 。お坊さんはだから、そういう生活を普段からやってるわけだから。だから、ブッダっていうのは、その悟りのために、その、八正道っていうのを唱えたわけだ。八つの正しい行いっていうのが。ポッキーありがとう。エミちゃんこんばんは。楽しんでて。そうそうそう。悟るための、やつだよね。風船10個ありがとう、エミちゃん。ありがとね。YouTube で月最高いくら儲かった。いくらだっけ ?YouTube で俺いくらだったっけ ?2 万 ?2、3万 ?10 万いったっけ俺。でも、俺の YouTube は当てになんないよ。俺投げ銭が多かったから。うん。普通の動画再生でも稼いでるけど、それプラスアルファ4倍ぐらいが、あれだったんだよ。投げ銭システムで投げられたから。うん、まあ3万ぐらいいってたのかな。できるできるはダメなんだよ。タラマルさん。すごいね、いい質問。できるはダメなの。できたっていうの。現在、肯定形っていうの。うん、要は、
この前の回でも話したんだけど、痩せたい痩せたいって言ってるっていう言葉、痩せたいっていうのはどういうことかっていうと、太ってるっていう言葉裏返しでしょ？でしょ？だって痩せてる人は痩せたいって言わないのよ。うん、だから痩せてる自分に言葉だけじゃなくてイメージもなりきるの。要は超細い服とかを洋服屋さんでこう選んでる自分とかをもう具現化できるぐらい、もうイメージの世界の方が強くなった。これがコンフォートゾーンがずれるっていうことを言うんだけど、ハイパーラポールとかいろんな言い方するんだけど、簡単に言うと現実を凌駕するイメージングができるようになったら、もうそっち側に自分が進んでいくっていうことなんだよね。だから痩せたいじゃなくて痩せてる、私は痩せてる、私は可愛い、私はモテる、そう、痩せたっていうか痩せてる、現在肯定形、現在今その自分になりきってる。どんなに太ってるでも、いや私すごい痩せてるからって言うと、要は周りから外圧が来るのよ。それをドリームキラーっていう風に言うんだけど、要は夢を壊す人が必ず現れるの。現実しか見えない人ばっかりだから。でもその反発っていうのをね、反発に耐えきれずやめちゃう人が多いんだけど、痩せた痩せてる痩せてる、私可愛いって3年間言い続けてみ、絶対美人になるから。洗脳だもんだって。洗脳みたいな世界じゃなくて洗脳なの、これは自己洗脳だから。まあ自己洗脳っていうのは定義上ありえない言葉なんだけどね、うん、私は痩せてるっていうの、I am 痩せてる、うん、これが正しい、アファーメーションっていうんだけど、アファーメーションの使い方ね。新しいフォロワーさん、サッペさん、フォローありがとう。ドリームキラーっていうのは、自分が目的とか夢を持った時に、それを妨害しようとする人が必ず現れるっていう理論。で、ドリームキラーに一番なりやすい。要は夢を壊そうとする、夢を殺そうとする人は誰がなりやすいかっていうと、親とか教師だよね。なんでかっていうと、親っていうのは自分よりも30年とか生きてるわけだ。40年とか生きてるわけだ。経験値があるわけじゃん。だから自分の経験則に沿って子供に教えるの。自分の経験を超えるものを言わないから。うん、そうそう、私痩せてる、私可愛い、私はモテるとか。別に、その、なりたい自分だよ。私はお金持ちだって、うん、そう。そういう風に振る舞うことによって、無意識の方がだんだん洗脳されていくと生きづらくなってくるの。要は、貧乏でいる自分が嫌になってくるから、どん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 金持ちと同じ選択をするっていう。そういう感じだね。天才バカモンさんいらっしゃい。ウムの法則。いや、聞いたことないですね。わかんないです、僕。ウムの法則は聞いたことないな。うん、初めて聞く単語ですね、うん。だから、その、なりたい自分を完璧に毎日毎日イメージして、そのように手振り身振り、言葉、すべて意識とかで生きていくと、だん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 そっち側に現実がずれていくっていう。イメージからすべての現実を作り出してるから、今の現在っていうのは過去が作り出した産物だっていうことはこの前言ったわけだ。そういう感じ、うん、なんか現実ばっかり見てる人は現状肯定しかできないのよ。現状維持と現状肯定しかできない。でも未来に自分、今の自分を超えた自分をイメージしてるっていう人は、ビッグマウスに聞こえるかもしれないけど、そこに向かって毎日を生きてるから日々進化していってるわけよ、うん、そんな感じかな。引き寄せの法則に関して言ったら、だから毎日毎日言葉を唱えるんだけど、アファーメーションっていうのをやるんだけど、まあまあまあ普段から使う言葉とかを、もう自分はスーパースター、矢沢永吉見てるとわかるでしょ。矢沢永吉って若い頃からおースターですよみたいな、もう身振り手振りもスーパースターじゃん。矢沢っていうキャラを演じきってるじゃん。そう。あれ普通に生きてたらああならないわけじゃん。自分はロックスターだって毎日言い聞かせてるから、現実ああなったんだと思うよ。あ、どうもどうも、サッペさんいらっしゃい。フォローありがとうね、サッペさん。うん。だからさ、いきなり大手配信者になる人なんかいないわけよ。俺は大手配信者になりたいんだ、なるんだって。いや違う、俺は大手だって、どんどん自信をつけていってなるわけじゃん。俺こんなはずじゃなかったのにって言ってるやつは絶対引退するし、絶対かそるんだよね。うん。キャラ大事なんすか？いや、まあ、配信で言ったらキャラが全てだろうね。配信はキャラクターが全てだけど、別に、自己啓発ではキャラは全然、うん。キャラは全然大事じゃないけど、配信に関してはキャラが全てっていうか。
キャラだけの世界だね、うん。いかに自分が面白いキャラクターになりきるかっていうのが、配信の世界だから。この人と言ったらこれみたいな、これと言ったらこの人みたいなまで浸透したら、まあ、まあまあ、うん、勝ちだよね。50名いらっしゃい。50名のリスナーさんいらっしゃい。楽しんでいってください、うん。私は、鬱じゃなかったら、パニック障害じゃなかったらって生きてる。あ、簡単。ダメ。それは逆なの。パニック障害とか、鬱っていうワードっていうのは、鬱病の人は持ってないでしょ。パニック障害の人は、パニック障害って言葉を知らないの。だから自分はパニック障害じゃなかったらよかったのに、自分は鬱じゃなかったらこう生きれたのにっていうのは、どんどん鬱を悪化させるの。どんどんパニック障害になるの。うん、だからもしパニック障害とか鬱を治したいんだったら、その概念を捨てないとダメ。何って。鬱って何っていう状態までイメージしないとダメ。それを演じ切らないとダメだね。金梅さんか LINE あったのは何だったの？キャラ的にどうなの？ん？金梅さんか LINE あったのってどういうことだろう？金梅さんか LINE あったのは何だったの？ん？ちょっとよくわかんないわ。確かに自分の好きなアーティストになりたいなりたいって言ってる。そう！なりたいなりたいって言ってたやつはなれないの。うん。俺はそいつだっていうやつはそうなるの。なりたいなりたいっていうのは、もう未来のことを予測してなりたいって言ってるから、なりたい自分がどんどん強くなっちゃって、いつまでもなれなくなっちゃう。金梅さんから LINE あったのはキャラ。ごめん、ちょっと意味がわかんないんだけど、金梅さんから LINE あったっていうのはどういうこと？ごめんね、時系列がわかんないんだ。俺アスペだからさ、いきなり金梅さんの話になって、ももちゃんごめんね。金梅さんから LINE あったっていうのは金梅さんが話してたの？金梅さんが LINE あったっていうか、俺 LINE 交換してるよ。金梅さんから LINE 来てないよ、俺。ロンタン、ちょっと、スマホ取って、なんか金梅さんから LINE 来てるかもしんないわ。ん？ロンタン寝た？ちょっと待って。金梅さん、あ、ありがとう。金梅さんから LINE？ ありがとうね、ロンタン。なんだろう、金梅さんから LINE って。よくわかんないんだけど。LINE かかってきたの？どうなの？誰が？どういうこと？俺、金梅さんから LINE かかってきてないよ。ん？金梅さんから LINE 来てない。うん。どういうことだろう？どういうことだろう？うん。うん。ちょっとわかんないな。かなり難しいのかな。難しいっていうか、だからまあ、なりたい自分がいるじゃん。その自分が言ってそうなことを普段から口にするっていう感じかな。うん。うん。今の自分、だから未来になりたいことをなりたいなりたいって言ってても、いつまでもなれないのよ。なりたいって言ってる勘違いくんがずっと続くっていう感じ。うん。いつまでもなりたいなりたいって言ってる自分が強くなっちゃう。憧れてる人っているじゃん。何かに、うん。自分を持ってない人っていうか、そういうキャラがどんどん強くなっていくって感じかな。うん、そうなっちゃうんだよね。こんばんは、たかやんいらっしゃい、うん。これは結構自己啓発とかアファーメーションの間違ったやり方で、よく、言う通りにやったのに達成できなかったっていう風になっちゃうパターンだよね。うん、例えば、超一流のギタリストになりたいって言ってるやつは、ダメなんだよ。俺は超一流のギタリストだって常に言ってるやつは、自分がもう超一流のギタリストになりきってるから、あ、練習しなきゃって言って、無意識に練習始めるの。だって、スーパーギタリストなんだもん。テクニック落ちるじゃん。だから無意識の脳が勝手に練習をさせてくれんだよね。ちゃんこが警察捕まったから配信しなくなった。ちゃんこっていう人が誰かわかんないな。誰なんだろう。ふわっち配信者？見たことないな。
その人知らない、うん、例えばまあ自分がボディービルダーを目指してたら、目指してたら練習しないかもしれないけど、自分が超一流のボディービルダーになりきったら毎日ジム行くよねっていう、まあ自分が一流の配信者だったら毎日無意識で配信やらなきゃっていうか、無意識に勝手にやってるっていうか、そういう感覚に近いかもしれないよね。うん。キーワードは努力はしないっていう。努力って辛いことだから本能が逃げようとするんだよね。本能がやめようっていうか、辛いこと、人間って辛いこと絶対3年以上続かないんだよ。だけど、日常当たり前にやるべきことだったら、自己啓発の本はかなり読んでるね。もう最近読んでないけど、起業した時からもう、トータル100冊は絶対読んでるね。うん。結構読んでたけど、今はもう完全に自分でそれコントロールできるから、その、なんだろう。ぶっちゃけた話、叶わない夢はないって本気で思ってるの。俺が考えたことは全部叶うっていう。叶えてきたから、うん、全部叶うと思ってる。これは、なんか、その、見栄を張って言ってるんじゃなくて、全部叶ってきたっていう。鬱って何？パニックって何？って言葉にする。言葉にするし、本気でそう思い込む。で、本気でそう思って無意識で、え、うつ病って何？って言ったらもう本人はうつ抜けてるよ。絶対。だけど、うつ病の会話を友達に言う、LINE で相談する、コメントでうつってなると、ああ、うつがうつがって、うつの話が頭の中でループすんの。人間って頭ってすごくいいから、うつっていうワードでいろんな妄想が出てくるのよ。実際起こらないことでも。でもその妄想が支配されちゃう。でも現実世界で嫌なことがあると、ああ、私うつだからだって、どん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 スパイラルが始まるの。だからうつっていう概念を取っていくんだよ。もう完全に知らないっていうか、何それっていう。うん、そしたら うつがわからないんだったらうつにならないじゃん。うん、私あんま落ち込まないんだよねって言ってる人がうつに見えないでしょ。もう嫌なことあっても忘れちゃうし全然覚えてないんだよねって、結構私運がいいんだよねって言ってる人でうつ病ってありえないでしょ。だから無理やりそういう風に持ってくっていう、もちろん時間はかかるけど悪化はしないよね、最低でも、うん、だからうつじゃない人が話してる話し方、うつじゃない人のこう、俺がうつっていう言葉もあんまり良くないの。だから普通に生きる、うつがわかんないみたいな、そういう感じかな。だけさんいらっしゃい、楽しんでてください。うん。だからもうその言葉とか概念自体をどんどん外していって、でうつっていう言葉がゼロになった瞬間にあなたの人生はうつではない人生が始まる。そう、概念が頭の中に残ってたりとか、24時間人間は生きるわけだ。その24時間の思考の割合を変えるっていうこと。そう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 。それで人生が変わるっていう。できればなりたい自分に。なりたい自分のように振る舞って生きるっていうのが大事かな。うん、ありのまま、そのまま生きる。本来の自分。本当の自分で生きるっていうか。そう考えると俺なんて地味に夢を叶えてる気がする。俺キムタコさんはだって YouTube でいくら稼げない時があったとしても俺は稼げるって、俺は絶対未来稼いでる、でそれずっと思ってたはずなんだよ。俺は絶対大丈夫、俺は決めた、俺はできるって、俺はできるやつだからって絶対思ってたはずだよ。だから結果残したはずなの。それで、あ、俺ダメかもって思ったら絶対結果ダメになるから、うん、だと思うよ。うん、だから夢を叶える人ってそれを無意識にやってたりとか、親とか先生とかコーチとかが優秀でそういうことを潜在的に刷り込むんだよ。だからボクシングの試合のセコンドって絶対勝てる、お前は勝てる、大丈夫だ、次のラウンドだとか言ってるでしょ。あれ刷り込みじゃん、洗脳じゃん。セコンドが、あ、ダメかもしんねえわ、今日やめとこうぜ、お前パンチ鈍いもんって言ったら嫌じゃない？自分がボクシングの試合中に、うわ、敵めっちゃ強そう、お前弱そうだわ、お前勝てねえよ、やめようぜこの試合って言って、カーンってなって戦える？無理でし
お前はチャンピオンだ。お前はグレートだ。お前のパンチはダイナマイトだ。行け。お前は勝つんだ。いや、勝ってるみたいな感じの方がいいでしょ。どんどん闘志湧いてくるでしょ。だからそういうもんだよ。スポーツの世界では当たり前の世界だから。うん。スポーツとか成功する人は当たり前の世界なのに、一般の人がなんでダメなのかって言ったら、成功しない考え方をしてるからだと思うよ。成功してる人は絶対メンタル鍛えてるもん。マインドトレーニングとかメンタルトレーニングって絶対やってるんだよ。だから、心技体とか言うでしょ。うん、よく。成功を願ってる人より失敗を願ってる人を想像することが大切。あ、それは成功してる人、ね。失敗を願うのはダメね。他人の失敗を願う人はダメよ。うん。タイガー・ウッズの話がいい例なんだけど、タイガー・ウッズが最高の試合の時に、もう、絶対勝ってる時に、敵の最後のパットが入ったら負けなのよ。その時に、入れ入れって言ったの。タイガー・ウッズは入ったら負けなのに、相手の最後のパットが入ったら負けなのに、入れ入れろ入れろってずっと思ってたの。で、相手が入れなかった瞬間、オーって言ったの。で、タイガー・ウッズ質問を受けた。なんで相手が入れたら勝ちなのに、入れろ入れろって願ってたんですかつって。俺は最高のプレイヤーだ。ライバルがいなくなったら次のステージに行けない。あそこで俺負けないと努力できないんだよって。俺勝っちゃったんだよって。ライバルいねえよって言ったんだよ。マインドレベル高すぎるでしょ。だからタイガー・ウッズって最高のプレイヤーなんだよ。はい。ライバルの超重要な試合で入れ入れ入れって敵を応援するんだもん。俺的には自分は無敵だと思ったことがあった。でも真逆になった時の救いようなさは経験したことがないぐらいに落ちるよ。その時、それはいいことなんですよ。天才バカボンさんは人よりも努力してるの。わかる？天才バカボンさんがもしそこで諦めた人だったら次のステージ行けない人なんですよ。だけど、みんな小さなそういう失敗体験を乗り越えていってステージが上がっていくっていうのがこの世の中じゃないですか。でしょ？だから、そういうでっかい壁、俺、配信、ね、1ヶ月前の状況みんな知ってるわけだ。アクティブ20とかだったわけだ。でも諦めなかったよ。諦めなかったから今の結果がある。配信でお小遣いもらえるようになった。ね、可愛がられるようになった。閲覧も100とか安定するようになった。リスワンも取れた。でもあの時諦めてたら絶対ダメだからね。俺は絶対なるって決めてたから。だからブレなかったよ。うん。だけど、その苦しみっていうのは、他人には分からないよね。伝わらないよね。実際伝わらなかったから。うん。でも、自分だけは信じてたよね。うん。中野ちゃんありがとう、パフェ。中野ちゃんいらっしゃい。パフェありがとう。成功を願ってる人を想像する人は勝てない。違うんだよ。それはね、失敗する考え方なんだよ。それはもう、超低いレベルなの。超低いレベルの。富子さん、違うんですよ。自分を高みに行くためには、強い、もっと高みがあるの。もっと高みが。俺だから、ふわっちの配信者、どんどん来い。大手、どんどん来いって今、本気で思ってるよ。どんどん来い、どんどん来いって。だって、普通の配信者、仮想配信者は、やだ、大手来るな。ここは俺のフィールドだ。守りたいってなるでしょ。俺、閲覧取られるって。違う、俺、金梅さんやれ。うなやれ。もっと大手来い。もっと大手来い。横山みどりも来いって本気で思ってるから。なんでか。ふわっち盛り上がるだろ。そこで、リスナーがいっぱい来ると。その中で俺はナンバーワンになるんだって。これマジで毎日考えてるから。その中で勝負するんだって。雑魚相手にする気ないよって。どんどん来いって。マジで考えてる。自己啓発には苦痛も伴うっていうこと。違う。変化には苦痛が伴うの。良くなることも悪くなることも変化っていうのは痛みが伴うの。なんでかっていうと現状維持はぬるま湯だから。でしょ？現状維持が一番楽なんだよ。でも、変化は痛みが伴うの。良くなること悪くなることも。だけど、その変化を楽しめるかどうかの。結局、ね、努力はダメだよって言ったのってそういうことで、自分が苦痛だって感じた瞬間、自分が敵になるから諦めちゃうんだよ。だけど、周りも否定するのに、自分とか周り、自分の周りにいる大切な応援してくれてる人、ね、を、こう持ち上げてくれたら頑張れるな。だから、そういう風な状態に無意識に持ってくっていうのが自己啓発。要は、この人好きだわ、この人応援したい、お前ならできるよって言われるような自分を作るっていう感じ。うん。その時にはテクニックがあって、5つの言葉があるんだよ。5つ。うん。嬉しい、楽しい、気持ちいい。この3つっていうのは人を動かすの。自分を動かすの。
嬉しいこと、気持ちいいこと、かっこいいこと、誇らしいこと、楽しいこと。だけど、かっこいいことと誇らしいことっていうのは、人に嫌味を買う可能性があるの。嬉しい、楽しい、気持ちいい。誇らしい、かっこいいもあるんだけど、誇らしい、かっこいいは人にシェアしないこと。だから、嬉しい、楽しい、気持ちいいことをどんどん人に伝えた方がいい。それは周りのパワーになるから。周りも楽しいし、自分も楽しいが返ってくるから。うん、そんな感じ。それをずーっと追いかけていくっていう感じ。マズローの5段階欲求説で言うならば最終的な段階だよね。あの、自己実現の欲求の話をしてる。生存の欲求とかはもう話にならないね。話にならない。生存の欲求、愛所属の欲求、なんだっけ。5段階。生存の欲求、愛所属は4番目か。新しいフォロワーさん紹介します。あ、新しいフォロワーさんじゃなかった。運営からお知らせだ。運営さんからお知らせが来た、今。お知らせ。運営さんからなんだろう。あ、デイリーランキング32位にランクイン。ありがとうございます。お金がまた入りました。承認の欲求ね。要は認めてもらいたいとかね。運転するときには事故ると思ってるやつを想像してくれ。どういうことだろう。どういうことだろうな。ちょっとよくわかんないな。あのね、他人の失敗を望んでる人は絶対に成功しない。なんでかっていうと、自分も引きずり下ろされるのを引き寄せるから。人間の一人の力って限界あるから、やっぱり、こう、周りに愛されたりとか、周りがこいつを応援しようっていう状況になるのに絶対成功できない。人間一人が達成できる自己実現なんかたかが知れてるんだよ。最近アドラー読んでました。お、よいよいいらっしゃい。ワード2、楽しんでいってください。いらっしゃい。まったり枠です。だから、こう、人の幸せを願ったりとか、人の成功を願ってる人間の方が、絶対いいと思う。少なくとも自分の周りの世界は良くなるよね。だってさ、お前なんて無理だよ。お前なんかダメだよ。お前なんか嫌われてるよ。お前なんかできるわけねえじゃん。って言ってるやつ友達にしたいと思う。絶対嫌でしょ。絶対嫌でしょ。俺嫌だもん。そんなやついらないもん。いやー、やっぱワード最高だよね、つって。いや、お前も最高だよね、って言ってる方が絶対いいと思うよ。そういう会社の方がうまく空気回るし。いやー、何々さんいい仕事しますね、とか言ってる会社とか気持ちよくない？いやー、すごい、このプロジェクト何々さんあってですよ、とか。事故れと思われてるやつ。事故れと思ってるやつ。あんまり人の不幸を考えるのは俺はあんま好きじゃないし、おすすめはしないかな。なんでかっていうと、祝福と呪いっていうのがあって、呪いは自分に跳ね返ってくるからね。呪いってあるんだよ。人の念。呪い。だけどそれはね、あの、術者がね、間違えると自分に全部返ってくるの。何倍にもなって。死ぬよ、本当に。だから呪いは使ったらダメだよ。祝福を使った方がいい。祝福は、祝福も同じで倍になって返ってくるから。見えないところから。そう。テイクがあるんじゃなくて、リターンが返ってくるから。祝福を使えるようになんないと。人の幸せをばっかりを願ってる人は、幸せが返ってくるから。俺の親はそうだったわ。ああ、じゃあそのお母さんはもっと幸せになれるよ。あの、サダ FX さんが絶対恩返しするもん。息子に恩返しされるほどね、幸せなことないもんね。年取った時に、自分が困ってる時とかね。息子は宝だもんね。おっとっと。だから人の不幸ばっかり願ってる人って自分が何十、十年とか二十年っていう単位で見たら絶対不幸になってるんだよね。あの、40代の自分って、その言葉と顔つきと、なんか成功してるかしてないか、もう完璧に結果が出るのが40代だと思う。人
の不幸じゃなくて自分が運転した時事故れと願ってるやつ。どういうことだろう。それがどういうことなの。人の不幸じゃなくて自分が運転した時事故れ、自分が事故れって願ってるっていうやつは、事故れって、でも誰かってことだ。事故るは自分じゃん。ちょっとごめん、イメージがわかんないわ。自分が運転した時事故れと願ってるやつっていうのは意味わかんないかな。どういう状況なんだろう、それは。それを思い浮かんでるとどうなるのかっていうのが全くわかんないな。俺、大型クレーンや重機の運転だけど、一歩間違えれば死ぬから、呪わないでね。本当に本当に、うん。頭から消した方がいいよ。大事。そういうのは。俺が経験したのは自分が無敵完璧だと思ってた。けど、それをあっと超える想定外のやつに、想定外の落ちてやばくなることって簡単に訪れるっていうのは最近まだ。そんなことはね、人生ね、もう、デフォだよね。デフォ。要は、高いところに行けば行くほど、落ちた時の恐怖っていうのが絶対あるわけだよね。だから、それを乗り越えるっていうのが次に行けるやつだから、俺は本当にやばいなと思った時に先輩に言われたのが、壁っていうのはチャレンジしてる人にしか訪れないんだよって。だから、今お前が感じてる壁は周りには見えないかもしれないけど、お前がそれだけ進んだっていうことだからって。で、俺らはその壁を乗り越えたんだから、お前にもできるっていう風に教わった。俺らができるっていうことは、俺は乗り越えたと。お前のその壁を。で、俺がお前はできるっつってんだから、お前はできるよって。っていう風に先輩から励まされた。だから、自分と同じだと思ってるバカどもと相手にすんなよって。その壁っていうのはそいつら見えないわけだから、そいつらと話してもしょうがないと。お前が目指してるのはどこだって。自分のこと嫌ってる奴のことを考えながら運転するってこと。自分のことを嫌いな人のことを考えながら運転してたら多分事故るだろうね。多分間違いなく事故ると思う。いつか。それは予言できますね。ちびたいらっしゃい、こんばんは、若津。それはね、呪いだよ。帰ってくるよ、絶対。自分が事故ると思う。間違いなく。これが事故らない。事故る、事故る。絶対事故る。絶対事故る。俺断言できる。絶対事故る。絶対事故る。絶対に事故る。それはもう経験上絶対わかる。事故りますよ。いつか事故る。危ないよ。それは危険だと思うよ。最近車のことで人身事故で相手が訴えた時の解消法ってありますか？友達が困ってる。車で人身事故で相手が訴えた時、いや、どうなんだろうね。相手のことを、相手被害者がいるわけでしょ。いや、償うべきだよね。単純な話言うんだったら、相手が被害受けてるんだったら、もう裁判でも何でも受けて、その分っていうのは罪は償わないといけないと思う、俺は。まあでもそれは裁判官が決めることだからね。どういう風にしなさいっていうのは、まあそれが法治国家なわけだから。多分訴えた方は友達よりも困ってるはずだよ。引き寄せの法則いいですね。今から実践してもいいのかな。もし始めるんだったら今からやるべきだと思う。今すぐ。だってさ、ちびたさ、友達だからかばうっていう気持ちもわかるけど、友達が人身事故で引かれた方だったら同じこと言うでしょ。訴えろよって。そこはフェアに考えてあげないとダメだと思うよ。
うん、友達だからって言ってなんかその少しでも被害が軽くなるようにしようっていうのは実は甘えだよね、うん、引かれた方の身も考えないとフェアじゃないと思うよ、うん、和道さんって ADHD で困ってたりするとこってあるんですか？すごい自己コントロールできてそう。ね、よく言われるのが、ずーっとどっか動いてるって言われる。ずーっとどっか動いてるって。今でも、まあ、配信では映ってないかもしれないけど、こういう感じなの。足。配信に映ってないけど、こうやってずーっとやってんのよ。俺は、親の教育がすごい厳しかったんだけど、ADHD だったから、目が動いたり、どっかしらが動いてるね。ずーっとそわそわしてて。ずーっとどっか動いてないと、落ち着かないんだよ。だから、でも、その、意識するように子供の頃からトレーニングしてるから、どっかしら体が。だからね、見えないところで動く癖はついてるね。車同士の事故です。ややこしい。まあそれは裁判で決めることだからな。専門外かな、俺は。うん。だからまあ自分も被害を受けた分っていうのは訴えればいいと思うよ。自己理上等でやってた。うん。うん。無敵と最強は違うからね。無敵っていうのは敵がいないっていうのはさ、最強みたいな意味で捉えてる人いるけど、本当は意味が違うんだよ。無敵っていうのは、敵を作らないっていう意味なんだよ。それくらい徳の高いことなのね。最強っていうのは、一番強いっていうことだから、修羅の道なんだよね。本当の無敵っていうのは、敵を作らないからこそ喧嘩が起こらないって意味なんだよね。例えば、会社の中で事故れと思われてる上司。ほんほん。最強と無敵は違う。無敵は最強よりも強いよね。最強のやつが敵にならない。だから得の高さがわかるよね、それで。ADHD はね、結構ね、隠せることが多いって言われてんだよね。後天的に、年を取ってくると、コントロール、自己コントロールが上手くなっていくっていう風に言われてる。うん、困ることが多いのはアスペルガーの方だな、俺は。アスペで人間関係壊すことの方が多い。ADHD で困るっていうのはあんまないかな。うん、まあ、貧乏ゆすり激しいなとか、それくらいじゃん。なんか、こう、ずっとなんかトン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 やってるとか、こう、パッパパッパ、なんか動いてるなみたいな。うん、まあ、ちょっとなんか変わった人ぐらいっていうか、そんな感じだと思うけど。俺の構想、だから黙って見てごらん、今度。どっかしら揺れてたりとか、挙動がおかしかったりするよ、結構。感覚遮断実験。感覚遮断実験。なんだろう。知らない。なんだろうそれ。興味あるわ。私は自分の力量よりも頑張りすぎて一気にダウンしたりします。中間を生きるにはコツってありますか？いいじゃん？桜子の個性なわけだから、それも。俺もよく過集中って言って、
人よりも集中力がズバ抜けてるんだけど、要は自分の能力の限界まで追い込んじゃう癖っていうのがあるから、そうじゃないとスッキリしないっていうか、まあそれは個性だから、うーん、得意、まあなんだろう、メリットとデメリットとかウィークネスポイントとかストロングポイントって表裏一体だから、強みを活かせばいいんじゃないかな。うん、強みをね、活かせばいいと思うよ。心理学はあんまりせん、やってない、俺は。心理学は全然勉強してない。どちらかっていうと、洗脳とか自己啓発のことの方が多かったね。うん。あ、あ。うん、そっち側のことの方が、あれ？なんか音がこもった。あ、あ。なんかこのマイクダメだな。マイク買わないとな。ダイナミックマイクここに当てないと、音がね、結構ずれるわ。音質が変わりすぎ、コロ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 。すごい気になる。調子よくセッティングしてもさ、それで音がだいぶ変わっちゃうと。腹減ったなぁ。何食おうかなぁ。セブンイレブンの春巻きがめっちゃうまいんだよね。昼間最近よく食べてるんだけど、セブンイレブンの春巻きうまくない？あ、今日手作りで春巻き作ろうかな。そうしようかな。春巻き大好きなんだよね。春巻きうまい。みんな春巻き好き？あれ知ってた？春巻きってもともとおかずじゃなくて主食なんだよ、あれ。米粉で巻いてるじゃん。だから、中国人が春巻きとご飯食べてるのを見ると、違和感があるらしいよ。でも生春巻きは嫌い、俺。だから女の子の生春巻きとか好きだよね。なんでなんだろう。俺生春巻き全然食べたいと思わない。そう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 。だから、餃子も主食だし、なんだっけ。肉まんとかも主食、ああいうジャンルなんだよな。あれ主食、ご飯物系みたいな感じだらしいよ。セブンイレブン春巻きまだ買ったことない。結構美味しいよ。うん、てかセブンイレブン飯うまいんだよね。春巻き美味しいよね。セブンイレブン冷凍のじゃなくて、店で揚げたやつ。なんかあるじゃん。ファミチキみたいに揚げ物コーナーみたいなのあるじゃん。まあやってる店とやってない店があるんだけど。セブンイレブンの春巻き結構好きだな、俺。今日春巻き作ろう。自分で。最近コンビニ飯、羨ましいよ、コンビニ飯食ってないの。外食は、お金かかるし、やっぱ作る人がいるっていうのは最高の幸せだよね。もともと米粉でしょ？春巻きって。わかんないけど。パインさんいらっしゃい。うん、俺は好きだね、春巻き、セブンイレブンの。うまいね。美味しい。うまいものには勝てねえからな。うまいものはうまいっすよ。もう理屈はいらないよね。理屈なしでうまいものはうまい。昨日3個食べたんだ美味しいよね。コンビニはね、無難に普通にうまいからな。何食ってもうまいかんな。でも、もうでもどれもこれも同じ味だよね。どれもこれも同じ味。味を変えたいっていうか、やっぱ家庭料理が食いたいような素朴な味が美味しいなって思うようになってきた。やっぱ人の手でね、一から作るご飯は美味しいですよ。やっぱ自炊が一番だよね。はい、ショコいらっしゃい。うん、豚の脂身、ほうほうほう。へー。味噌肉とかうまいもんね。うん、
ああ、でもスーパー閉まってるか。スーパーもうやってないから明日かな、作るのは。のんたんに春巻き。のんたんと一緒に春巻き作ろう。そうなんだよね。そうなんだよ。空腹は最高の調味料なんだよね。わかるわ。腹減ったーってね、学生の頃とか運動とか部活やってるとね、本当に飯がうまいもんね。運動した後はね。なんだろうね。最近満足感ないもんな。だから運動してないからだろうな。運動するようになんないとな。運動した後の飯はうまいよ。水でもうまいもんね。なんかスポーツでも始めようかな。なんかおすすめのスポーツとかある？みんな。おすすめのスポーツ。かっこよくて、一人でできて、面白いスポーツ。ラグビー。一人でラグビーやってたら笑えない？ラグビーは面白そうだよね。バドミントンか。ボーリングは運動になるの？あれ。ボーリングはなんか運動って感じじゃなくてゲームって感じがするな。イメージとしては。ビリヤードとかそっちのジャンルに入れちゃうかも、俺は。ボルタリングってなんだっけ？なんだっけ、トミコーさん、ボルタリ。あ、登るやつね。でしょ？ロッククライミングみたいなやつでしょ？あれやりたいんだよ、俺。あれめっちゃ楽しそうだよね。あれやりたいの、実は。興味あったんだよ。あれどうなの、実際。面白いのかな？でも俺こんなさ、ブヨブヨの体でボルタリングとかできるかな？やりたい、やりたい、あれは。あるんだよ、新宿に。あれ楽しいよね、絶対ね。あ、ボルタリングか。やってみようかな。あれ絶対痩せるよね。っていうか痩せないと登れないもんね。痩せないと登れないもんね。ああ、ボルタリングか。俺一個考えた、アーチェリーとかやろうかなって。弓矢ってかっこよくない？アーチェリーはなんか部屋になんかこう弓があってもかっこいいしって思って。なるよね、バカボンね。こんな飯うまかったっけってなるよね。わかるわ。空腹は最高の調味料だよね。アーチェリーとか似合いそうじゃない？ちょっとこうやってピンって。アーチェリーって弓っていくらぐらいかかるんだろう。弓かっこいいよね。弓はかっこいい。しかもなんか狩りとかもできるじゃん、実際に。ハンティングとか。だから、その、世紀末になった時、弓矢が使えるって結構いいかなって思うんだよ。道具代が高い。ちょっとアマゾンで見てみようか。アマゾンで。アマゾン。いくらくらいするんだろう。アーチェリー。アーチェリー。でも、3万とか4万とかで手に入るよ。2万とかで売ってるよ。どうなの？本格的じゃないのかな？ 3 万円ぐらいで売ってるね。ただ、その、通って、その、なんか、そういうのが大変なのかな？ちょっと、どういう機材買ったらいいのか全くわかんないけど。アーチャリーは違います。アーチャリーはあの娘でしょ。東京ボルタリング流行ってますね。ビルの中でできるスポーツだからね。なるべくね、ただに近い金でできるのがいいけどね。なんかあとかっこいいなと思うのがさ、あの都会のビルとか壁とかを乗り越える忍者みたいなスポーツあるの知ってる？なんかもう爆宙とかして回転しながら壁を駆け登ったりとか、なんかもうその辺の鉄パイプとかでくるんって回ったりとか、なんか本当忍者みたいなスポーツがあるの。そのストリートで流行ってるんだけど、もう一歩足で滑ったら死ぬってやつ。中二でジムいいね。サスケよりもすごい。もう本当に回転しながらもうどんどんもうストレートにまっすぐ進んでいったりとか、障害物を乗り越えていって。で、人が通っただけで絶対これ階段で頭打ったら死ぬなっていうぐらい危険な動き方すんの。ストリートで。
こう爆中とかなんか壁横に走ったりとか、なんて言うんだっけあれ、ストリートで流行ってるやつね。ウォーキングとか筋トレか。まあそうだよね、ただだもんね。体動かすのなあんま好きじゃねえかんな俺。なんかこう楽しみ、ゲームみたいに楽しみながら、なんかこうスポーツとか運動とか楽しめたらいいなと思ってんだよね。フリーランニングっていうのかな、ちょっとわかんないんだけど、用語は YouTube とかで検索すると多分出てくるよ。なんかその忍者みたいにストリートで駆け回る人、なんて言うんだろうあれ。あれかっこいいんだよね。酒をやめたからな。酒っていう楽しみ、酒はもう苦しみの方が多かったからやめたんですよ。パルクールかな、ちょっと検索してみようか、パルクール。あー、これだ、パルクールだ、合ってる。これすごくない？そう、パルクール、これ。見せようか、みんなに。どういう世界かっていうと、こういう世界なんですよ。もう、うわ、すごいでしょ？飛び箱みたいなのとか、もう、ビルとかをこうやって駆け回っていくの。これ、パルクールって言うんだ。見える？これ、すごくない？超かっこよくない？これ、すごいでしょ？やばくない？これ。まあ、これは相当運動神経良くないできないなと思うけど。これが、その、今説明したやつ。パルクールって言うんだって。ありがとう、検索してくれて。これスポーツじゃないの？これスポーツじゃないの？これでもやってたらかっこよくない？うん。パルクールって言うんだね。初めて知った。これ絶対モテるでしょ。でもさ、絶対20代しかできないよね。身体能力がマックスの状態、60代でこんなんできないもんね。あ、そうだよね。子供の時から運動神経抜群で、もう、鍛え抜いてるぐらいじゃないと無理だろうな、多分ね。それはわかるわ。無理だわな。俺がやってる絵が浮かばないもん。ランニングもまともにできねえんだからさ。じゃあ今日の配信はこれで終わりにします。皆さんありがとうございました。フォローしてくれた人ありがとうございました。また見に来てください。ありがとう。また明日。お疲れ様です。ありがとうございます。おつおつ、もんじゅさんいらっしゃい。いらっしゃいっていうかお疲れ様です。ありがとうね。また明日楽しんで行きましょう。とみこさんお疲れ様。ありがとう。なんだっけさっきの、なんだっけさっきの、なんか、心理学のやつ。ちょっと、俺も興味あったから読んでみたいな本とか。ちびたさんお疲れ様。さっぺさんお疲れ様。中野ちゃんお疲れ様。アイテムありがとうね。中野ちゃんありがとう。また明日。お疲れっす。ありがとうございます。うい、論破お疲れ。ありがとう、コメント。